今回は窯温度というシステムを紹介します。これは私の工房に導入したものなんですが、温度計測に関わるシステムです。通常温度を確認するためには窯場の温度表示計のところに行かないと見れないんですけど、これはスマホに温度データをリアルタイムで転送してくれるので、Wi-Fi が飛ばせる範囲ならどこでも温度が確認できるというものです。そもそもなんでこのシステムを導入しようと思ったのかなんですけど、うちの窯には自動焼成装置がついていなくて、全て手動で管理していました。操作自体は、それは楽しくて何も問題不満もないんですけど、一つ気がかりなことがあって、基本的に、健康そのものなんですけど、私も年を重ねてきて、万が一窯の焼成中に突発的な病気なんかで倒れてしまった時に窯がどうなってしまうか心配になってきたんですよね。薪窯だったら薪をくべることができなくなると自然に窯も冷えていきますけど、電気窯だと私が、ね、倒れてようが寝てようがずっとエネルギー供給されてしまうので怖いなと思い始めました。そこで選択肢に入るのが自動焼成装置ですが、価格と機械の大きさの問題で除外しました。もともと自動焼成装置自体の機能は求めているものではなかったので、単に時間が来るとタイマーで電源が遮断されるものを探しました。そしてそのタイマーを探す過程の中で、この窯温度にも出会って魅力を感じて、窯温度とタイマー両方を導入することになりました。ここで一旦タイマーについてちょっと紹介します。タイマーはすごく単純なもので、時間指定しておくと、その時間になると温度がどうであれ切れます。そういう機能をつけました。もちろんその時間が来る前、設定時間が来る前に自分で手動で切ることがほとんどです。安全装置としてなので、窯焚きの時間を逆算して少し余裕を持たせて、時間設定しています。また窯温度の方の話に戻ります。窯温度の機械なんですが、とても小さいですね。窯の方に近くにつける測定ユニットも、部屋の方につけるサーブユニットも、手のひらの大きさと、同じぐらい、少し大きいですけど同じぐらい、厚みもそんなにないですね。で、自動焼成装置はもうかなり大きなボックスがつく形になるので、それも避けたい理由の一つでした。その点もこの窯温度は私にとってはいい点ですね。仕組みはシンプルで、窯に挿した熱伝錐に有線でつないだ測定ユニットから、無線でデータを飛ばしてサーバーユニットが受け取って、で、そのサーバーユニットが受け取ったものをスマホなりタブレットなりパソコンなりで見るっていうものなので、とてもシンプルです。で、距離も結構50メートルぐらいは全然問題ないらしく、うちでも通信が途切れるようなことは今までないです。はい、それでは、窯焚き始めてから、6時間経ってるんですけど、グラフを見てみたいと思います。で、今6時間分、7時間までグラフは表記されてますけど、6時間分記録されてます。で、今の温度が431.8度で、チャンネル2については私はつないでないので0度を表示されてます。で、工房内、これは窯場の温度ですね、13度。今日は1月7日夜10時52分ですね。で、このグラフで見ると赤いグラフが窯の温度なんですけど、少しポイントが折れてるところありますよね、こことか。ここは私が窯を操作して電圧を上げたところです。手書きの記録で1時間ごと、もしくは30分ごととかっていう記録だと、
あまりこう明確にどこで温度が上昇し始めたかっていうのはなかなか見えづらいんですけど、これ常時接続されて記録してるとこういうのも分かりやすいですね。で、次に温度。この温度ですね。温度を見てみると、チャンネル1、これが釜の温度、釜内部の温度、これが釜場の温度です。これはつないでないところの、これ一つ熱伝導につなげれば、使えます。で、あと使うところとしては設定。設定はですね、この辺メモ書きしてもいいんですけど、ちょっとやってみましょうか。素焼きと入ってるところを本焼きで、これ目標温度、1250。これはただのメモなので、この温度になったら何か自動で何か操作されるっていうことではなくて、単なるメモですね。この計測っていうのは1000時間まで計測しますよ。例えば20時間で計測をやめたい場合はここを20にしとけばいいんだと思うんですけど、これは使ったことがないです。で、この警告温度はかなり使える機能で、例えば、還元入りを850度でしたいっていう時に、800とここに入力しておいて、あと50度で還元入りですよっていうアラームを自分に、知らせるんですね。あとは840度あたりでもう一度アラームを聞かせる。そしたらもう還元の準備をする。そういう形で、あと1250終わるので、もう少し前に1200度になった時に、まあ、寝らしの準備とか、まあ、釜についていきたいので、ここも設定しておいてアラームを鳴らす。で、アラームブザーを鳴らしておく時間もここで変更できます。で、ブザーが鳴った時にはこれでブザー停止ができます。設定ですね。これで記録されています。で、このブザー音はこのスマホから鳴るわけではなくて、最初に説明している、サーバーユニットから、アラームが、ブザーが鳴ります。そうですね。温度に関しては、そのデータが飛ぶ範囲であれば、ずっと温度計を持ち歩けるのと一緒なので、例えばこう、いうふうに大きく表記されて、表示しておいて、大きく表示しておいて、パソコンの横に置いて事務作業をするであるとか、まあ、休憩でもいいですよね。テレビの横にこれ置いとくとか、仮眠取る時もポケットな枕元にこれ置いとけば、今釜が何度かっていうのが分かるので、かなりこれ使い出がありますね。はい、あとは履歴見てみましょうか。これが以前炊いた、素焼きですね。800度。グラフとしては、釜をストップしたのはこの時ですね、800度。で、この後のグラフは自然に冷却されている状態を記録されてます。で、400度付近で私はこの記録を止めたので、ここで切れてますけど、そのまま放置して室温、常温に戻るまで記録させることも可能です。ただ、全体のグラフがこの幅に表記されるので、表示されるので、ちょっと見にくくなりますね。
はい、もう少し時間が経過しました。9時間54分で、現在の温度が832度。まあ、本当はもうちょっと早めに早いペースで上げたかったんですけど、こういう状態です。先ほどちょっと触れなかったところ、履歴の中の機能で、熱量のグラフがあります。カロリーですね。総カロリーで釉薬の溶け方が変わったりするので、この機能あるみたいですけど、私はそんなに使ったことが、参考にしたことが今のところないです。今後はわからないですけど、今のところないです。データっていうのが、この日時と、あとは、釜焚きのスタートの時間からだいたい1分ごとですかね。すべての経過時間、チャンネル1の温度。あ、これ途中から記録したものなんで、最初が74度、あ、72度になってますけど、これ途中からですね、記録したものですが、ずっと長いグラフが、数値が記録されてます。これも今までは使ったことがないんですけど、今後は使うことがあるかも、参考にすることがあるかもしれないです。まだ今回の釜は854度なので、まだ先がありますが、動画としてはここで締めたいと思います。釜温度を入れてみて、私にとってですけど良かった点は、釜から離れていても温度が分かることですね。それは、食事したり事務作業したり、その工房からちょっと離れたところでも温度が分かるというのは大きなメリットっていうのもありますし、釜の近くにいても制作してるしながら釜を焚いてる時は、制作に没頭すると、還元入りのタイミングを逃さないかなとか、ちょっと不安があったりすることもあるんですけど、ブザーで知らせてくれるっていうのはかなり重宝して安心材料になっています。あとはこのモニターの温度、このページで大きく表記できるっていうのがとてもいいですね。もうまさにこれが温度計になってくれるので、これはとてもいい機能だと思います。あとは逆に改善点、もし改善していただけるならっていう点ですけど、時間経過に従ってこのグラフがぎゅーっと圧縮されていくと、圧縮されていくんですけど、これだと直感的に、温度の上がり具合が、何ですかね、直感的に分かりにくいんですよね。普通私が手書きでやるときには100度と1時間が同じ幅でやっていくと、100度、1時間100度上げればちょうど45度にこう上がっていくんです。この角度で温度を見たりすることが多いので、この時間経過に従ってこう圧縮されていくっていうのはちょっと改善されると嬉しい点です。あとはブザー音ですね。ブザー音はサーバーユニットからブザーが出るんですけど、もし可能であればこのスマホからブザー音が出ればより使いやすくなると思います。あと、この釜温度とは違いますけど、タイマーも導入しました。これは当初こっちが、本当の目的だったんですけど、タイマー導入できたことでとても安心感、事故がない安心感を得ることができました。
最初の方で私は自動調整装置とちょっと比べて話をしてしまいましたけど、自動調整装置とは機能的に全く違うものなので、ちょっと誤解を与えてしまったかなと思いますけど、今回の釜温度とタイマーを導入したことによって、安心感と操作性の良さを、得ることができました。この ISA さんの釜温度については、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、もし興味がある方いましたら、そちらもっと詳しい点も触れられているので見てください。では今日はこれで終わりにします。